日本海新聞は、鳥取県鳥取市に本社を置く新日本海新聞社が発行する地方紙。鳥取県を中心として、島根県東部や兵庫県田島北西部も主要な配布地域としている。第一の新の文字は木の部分に横棒が一本多く、羊のようになった字体を使用している。なお、新聞の名称は日本海新聞であるが、発行元である。 会社名は新日本会新聞社である。中部本社大阪本社長官のみの発行である。2021年の発行部数は約14万部。鳥取県内におけるシェアは約80%と高い。購読料金は一部110円、月決め2260円。コスト削減を目指して各地の販売店の店主が通信員を兼ねて、 地域ニュースを発信するという独特の方式を実施している。また、社員全員が拡張員であるとの信念のもと、記者にも新聞拡張ノルマが課せられている。印刷所は、鳥取市の本社と米子市の西部本社の2カ所。また、倉吉市の中部本社でも印刷を実施する試みがなされたことがある。大阪日日新聞との経営統合後は、 両紙で一部紙面を共有するほか、日本海新聞主催イベントの記事や、鳥取県関連の記事、特集などが、大阪日日に掲載されるケースも増えつつある。また、大阪日日の企画による、1日一生日日、川柳は、日本海新聞にも大阪日々と同様一面に、掲載されているほか、大阪日日が企画し、地方版のページに不定期連載している。 関西なうも同内容を掲載している。オーナーである吉岡と方の娘婿の田村幸太郎は2002年に政界入りをする前に編集局長として記者食材職のまま選挙予定候補として署名記事を書き続けたため公職選挙法で禁止されている事前活動の疑いがあるとして問題となった。 日本海新聞の源流は1883年6月28日に鳥取市川橋で発行された参院確実新報である。その総刊号から歴史を数えており1983年6月、全国でも有数の総刊100周年を迎え、記念特集号の発行や記念事業を行った。参院確実新報は1885年11月、 鳥取新報と解八1892年2月、陰白時報が創刊。米子市にも1907年11月、米木新報が誕生。1908年4月、三陰日日新聞と解九1939年10月、新報、時報、山火の3種が合同して、日本海新聞となった。1943年の鳥取地震。 並びに1952年の鳥取大化による本社消失中の間も休館せずに新聞を発行したからも刊行されていたが、これも1963年に日本海新聞に統合されている。1958年には産業経済新聞社、日の丸自動車等と共に日本海テレビジョン放送を設立した。しかし慢性的な赤字経営が続き、さらに林権の 島根新聞が参陰中央新報に解題して鳥取県に進出した影響も加わり、1975年に会社構成法の適用を申請し倒産。一時休館するも鳥取県で紳士服や不動産の会社を運営する実業家吉岡と仕方のグループが再建スポンサーとなり、 受け皿として設立された新日本海新聞社から翌1976年5月1日に復刊した。なお、新日本海新聞社は、旧社が関係していた、日本海テレビとの資本関係は結ばなかったが、新社設立10年後の1986年10月1日に、日本海テレビ、参陰中央テレビの2社の共同筆頭株主として、開局した FM 山陰には、 参院中央新報とともに、資本参加している。2000年4月、兵庫県内の取材体制を強化する目的で、従前の田島版に加えて、姫実写を開設し、針間版を創刊。しかし、わずか半年後に閉鎖、廃刊している。2000年10月、大阪府で、有刊誌、大阪日日新聞を発行していた。 大阪日日新聞社10月に社名をザプレス大阪に変更を買収し参加に収める。閉鎖した姫実社のスタッフを移行させ、同志を大阪府下の地方新聞で戦後初めての長官誌にリニューアルした。2008年2月1日、新日本海新聞社を存続会社として大阪日日新聞の発行会社ザプレス大阪を九州合併。 新日本海新聞社大阪本社とする。2008年4月までの購読料金は、長官を発行する全国の主要紙の中で最も安く、そのことは日本一安い新聞として、反則活動をはじめ様々な場面でアピールの材料に使われていた。しかし、産業経済新聞社が2006年11月1日に、産経エクスプレスを首都圏や関西地区で発売。 これにより一時、日本一安い新聞の座を明け渡したが、同志は2007年11月1日より一部100円に値上げ。2008年4月には宅配も付き決め2100円に値上げしたため、日本海新聞が再び日本一安い新聞となった。もっとも、そのわずか1ヶ月後の2008年5月1日には、同志も一部100円。 月決め2200円に値上げしたことから、日本一安い新聞ではなくなったが、大阪本社で発行している、漁師の大阪日日新聞の未従来通り一部80円、月決め1995円のまま価格を据え置く、ことで、日本一安い新聞の座を堅持した。2014年4月1日には、消費税率改定に伴い現行価格に値上げした。なお、 大阪日日新聞についても一部100円、月決め2050円に値上げしている。欄外には、その掲載対象地域を示すページ説明がある。鳥取版は、単に、テレビだけであるが、田島版と、大阪日日は、それぞれ、田島テレビ、大阪テレビとなっている。1997年10月7日付日本海、新聞一面。 鳥取発特報に佐柄木県事記者の署名付きで、堺線を廃止したらどうかという趣旨の記事が掲載された。記事の内容は、米子空港拡張による堺線の一部地下かまたは全路移動工事に際して歴史的役割は終えている。長い間、ご苦労様、ありがとうと JR にお礼を言って廃止してもらっても影響は小さいのではないかとして、 廃止を提案するものだった。記事に対し、翌10月8日に、西日本旅客鉄道労働組合は電話で記事の撤回を要請。これに、日本海新聞社が応じなかったため、同月末より、西労組は同市の不買運動を展開した。記事では、廃止論の根拠として、堺線利用者数の減少を挙げており、その数字として、堺港駅の乗車人数が、 国鉄分割民営家事より27%と少ないとし、また1981年の境線の営業係数が698であることを挙げ、厳しい状況は変わってはいないのではと指摘した。一方、西老蘇川は、境線全域での乗降客数は1日平均8000人で、民営家事より増加しているとし、営業係数も300台に回復していると指摘した。 これに対し、日本海新聞は、署名入りの記者のコラムであり、社の意見ではないとの見解を示している。また、記事を書いた佐伯記者は、10億円単位の赤字路線であることには、変わりないとしている。この不買運動に対して、日本海新聞は、自由な言論を封殺することに他ならないと反論した。なお、西老祖はその後、同年12月に、 境戦存続へ一定の成果があったとして、組織的な不買運動を集結させている。ありがとうございます。